ヘビです。クジラです。はい、6月1日、発売、ガリガリ君梅味来ました。はい。はい、あと、バラクラバ。待ってます。じゃあ、早速、溶けちゃうんで、食べていきましょう。はい。はい。いや、梅味っていうのね、結構安定した味なんですか？まず、匂いさ。うん、もうすごい。わかんない。この、ちょっと待って。あ、わかんない。じゃあ、バラクラバ、これ。近づけて。じゃあ、これ、ハミングにするんだよ、この。あの、駄菓子のさ、駄菓子のさ、なんだっけ、駄菓子の梅なんだっけ、なんだっけ、そのお菓子のなんだっけ、これ、いただきます。梅昆布、あ、違う、違う、あ、で、一応しそ梅、準備しました。はい、やばい、溶けてる。うん、香りは梅だね。あ、カリカリ梅だね。うんほうほう、目、うん、あー、うまい、いいね、うまい、うん、ちょうどね、しょっぱい感じだ。あ、当たりスティックが出たらもう一本。うん、ごめんなさい、今日はね、ただ食べるだけのところですか。食べるだけの、うまいです。うめえ、ありがとうございます。うん、うめえ、うん、はい、どう、みんなで選んだ、記念の味、なるほど、40周年に、ちなんで発売されたと。ピースしてるんだけど、うん、梅干しを挟んでるね、この指の間に。うん、うん、そして口の中に1個梅入ってます。うん、アイスのね、うん、うまいです。まあ、当たるかもしれないね。うん、美味しいね、すごい。うん。カロリーも1本あたり63キロカロリー。うん、やった。いいね。素晴らしい。うん。それなのに梅が本当に使われてるのかな。梅酢って書いてあったよ。梅酢か。うん。梅の酢。梅果汁。はあ、梅果汁。かじる。数えか？数えた。あれ、もう溶けかかってる。うん。そして食いづらい。どこだ？食いづらい。まばら？まばらくらい？うん。外れた。残念、あれ、マジで。ここね、見て。濃い。ちょっと濃い。すごい濃いだもん。もう食べてた俺。あ、おいしそう。うん。これ普通にね、やっぱ溶かして普通にジュースで飲みたいね。まあ、ありだね。うん、濃い。俺たち食べないけど、ちょっと本当の梅の匂い嗅いで、見て。シソの匂いなのこれね。あ、そっか、シソ。すごい、もうツバってないよ、ツバから聞いてた。ピュッとね。あ、食べた後ね、汁だけね、絞るとちょっとむせそうになるね。こうでしょ、ベロで押さえて、うん、ジューッとする、うん、いつもその食べ方。濃くて美味しい、あ、そっち食べる、うん、うん、そうなんだ。おいしい、おいしかったです。
このね梅味ってことでね、今日ねこれ初めてかな、このね初めてね、うん、合わせてきました。あ、食べづらいです。もう食べた。うん、美味しいです。美味しいね。うん、普通に美味しいです。すっきりあっさりするっていうのは、うん、すごい。そうだね。あの普段さ買わないから分かんないけど値段どうだった。40はないです。あ、そうなの。あ、はい、はい、まあ、もちろんあの値段ね、スーパーによって変わると思います、うん、今回は多分特売のね、なんかそういう梅が出たからちょっとたくさん入荷して安くしましたみたいなとこだったんだけど、うん、一番安いのはね、ソーダ味が37円で売ってたり、うん、で高ければあのコーンポタージュとかが68円で売ってたりとかしてるじゃないですか。ああ、ね、物によって違うかい。物によってやっぱ違うと思うんですよ。まあでも100円以下に抑えられています、うん、まあ平均で50円ぐらいで売られてるやっぱガリガリ君なのね。それでこの味めちゃくちゃ美味しいです。うん、うん、うまいですね。てかこれでしかも63カロリー、うん、やっぱね夏にはもってこい。まあ今ねもう、ま、あの6月になってで少し暑くなってきたんですけど、やっぱ全然いい。ん、うん、うん、違うよ。ん、うん、ちょっと違うね。ちょっと違うね。はい、こんな動画ね、ぐちゃぐちゃもダメです。はい。はい、美味しかったです。ただの食べる動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。